いや、着てみれば。そうかい？君がそう言うなら試着してみよう。どうも皆さんこんにちは、ミネットです。さあ、つもり実況続きやっていきましょうか。今回はですね、2日3日ぐらい前に言ってたんですけど、今日はここのスパークくんとリッキーくんの家の周りを整備していきます。ここのスペースだけどうしても気に入らないなっていう話をしていて、いつか変えよういつか変えようって言ってたんですよ。今日はせっかくなのでここを整備していきます。ちなみにですね、ここ2日間でやってたこととして、まず木材を46個貯めたのと、あと鉄鉱石も50個貯めたから、この2つを使って屋台を作っていきます。屋台作りつつ、いや、ここをね、島っぽくしたくないんですよ。イメージ的には島から町に、していこうかなと思います。まずは見てくださった中で小さい頃に書いたお絵かき帳をヒントにして DIY で作れるようなレシピを考えたんです。誰かにも作ってもらいたいのでレシピを海に流すことにしました。まずあなたが作ってみてください。どこかの島のベーグルより、ベーグルはカッティングボードは覚えている。メッセージボトル、こっちはチョコから、当たりの知らない誰かさんへ。いつもダンスレッスンで超テンションが上がった時にふと DIY のレシピを思いついたの。誰かに教えてあげたくて瓶にレシピを入れてみちゃった。遠慮なく作りまくってんよね。アイディアがあるチョコより、ログハウスの壁。ログハウスの壁って言ったら壁紙かな。これか。いやでもね、この手回しオルガンが絶対に相性いいなって思ってるから、これを中心に街っぽいイメージで作っていきます。ではプレゼントも開けて、レッグウォーマーとりあえず身につけとくか。オッケー。じゃあアウトドアなスコップで、これなかったな、ご飯がない。オッケー。じゃあ作っていきますか。まずはアウトドアなスコップで回収する。そしてここら辺も一旦回収しよう。もうこんな時間でも起きてるんだ。言うてまだ12時だしな。リッキーくんとか結構早く寝るんですけど、モモコとかはすごい夜遅くまで起きてるんですよ。あとシルエットちゃんな。シルエットちゃんもいつ寝てるんだろうって思うぐらいに。テラコッタタイルで、これでさ、リッキーくんのお家までの道を引いてってもいいんじゃないかな。これ3マス分やった方がいいか。3マス分引いてって、ここは角を整えてあげて、同じようにテラコッタタイルを3マス分引いていこっか。でもこのテラコッタタイル自体はまっすぐ引いといた方が良さげかな。よし、じゃあ DIY していきましょうか。まず作っていくのが屋台と、屋台は1個だけでいいかな、そんなに必要なさげだね。屋台を1個だけ作って、でアウトドアなスコップ、ここに1個金木犀で、もう1個ここにも金木犀。いや、手回しオルガンの配置が結構難しめだな。屋台作ってみたはいいが、なんか思ってたのと違うな。屋台はやめとくか。いや、楽器系の家具が相性いいかなって思ってるんですよ。いやでもなんか思ってたのと違うな。これやっぱ閉じるか。ポップコーンマシンを手前側に置いて、であと街灯類を向こう側に置こうか。エレキギター、あとはこっち側にアルトサックス置く。街灯をなるべく多めに使っていきたいんだよね。街灯、街灯、街灯。うわ、今から起きるんだ、スパークくん。逆にここら辺のガーデンベンチとかもこっち側の方がいいと思うんだよな。いや、なんか想像以上に街っぽさが足りないな。レンガが足りない。これも回収して、レンガの壁を配置する。生活の家具となんか外に置いてある家具を両方置いてるから、多分これ違和感あるんだな。これ回収しておこうか。樽作ろう。樽を作って、必要なのは樽だ。樽を1個作ります。よし、樽ができたらこの街灯の横に1個樽を置く。樽を置くだけでも一気に洋風感出てこない。いや難しいな。街灯の数をもう少し増やすか。例えばこの楽器類を2つ奥側に置いて、でレンガの壁をここの真ん中に2つ配置するだけでもだいぶ変わるんじゃないかな。手回しオルガンをこっち側に持ってくるか。いやマウンテンバイクだな。マウンテンバイクをこっち側に持ってきて、真ん中に1個持ってきて、その隣にラタンのサイドテーブルとかどう？手回しオルガンだよな。手回しオルガン最強説。 OK、 これでどう？シンプルにレンガの壁をこっち側まで寄せて、でここにガーデンベンチとかどう？すっごいシンプルだけど、いやなんかね、スパークくんの家と、リッキーくんの家が、洋風チックな外観してるから、それに合うようなイメージで楽器類を持ってきたんですけど、なんか思った以上に楽器類の相性が良くないのかもしれない。あとはこっち側だね。もう少し街灯の数増やす。ゴールドクレストも持ってきたから、このガーデンベンチの横だったらゴールドクレストの相性がいいから、ゴールドクレストを置いて、ここだよな。正直入り口付近があんまり相性良くないのかもしれない。プレゼントなんだ？ドクロなドアプレート。ドクロなドアプレートをスパークくんの家に飾ってほしいよな。あ、何を悩んでる？引っ越しか？あだいさん、この前純ちゃんとファッション性の違いで喧嘩しちゃったんだよ。でもやっぱり仲直りしたくてごめんの気持ちを用意したんだけど、なかなか踏み切れなくて。君ら相思相愛なのに。そこでお願いなんだけど、あたいの代わりにこれ渡してきてくれないかな。なのよ。まあやるか。マジで超助かる。ありがとう。みねみね。じゃあこれなんだけど、くれぐれもよろしくね。今日はもうこんな時間だし、明日で全然いいからね。なのよ。あ、でもすっきりしたな。ここら辺のスペース。こっから橋渡ってきた時になんかごちゃごちゃしてたんですよ。今もごちゃごちゃしてるけど、いやなんか締まりきった感出てきたな。これでいくか。ベンチブランコ、あと水切りラックも回収して。ちょっとしつこすぎるかな、屋台は。一回飾ってみるか。難しいなこの屋台。ポップコーンマシンと屋台をセットで置く。山鳥足を回収しつつ、この山鳥足を街灯の隣側に置いて、そしてポップコーンマシンを屋台の隣に置くとかどう？で街っぽくなったんじゃないでしょうか。島整備ってね、なんか自分の思い通りにならないところもまた一つ面白い点かなと思います。当初はもっと街っぽくなるイメージだったんですよ。なんか思った以上にマス目が少なくってこんな感じになっちゃったんだけど、ここら辺のスペースはね、ゆっくり思いついたところを作っていけたらなと思います。では最後にじゅんくんに頼まれていたものを渡して動画を締めたいなと思います。まだ起きてるか、じゅんくん。起きていた。ふふ、こんな時間に僕の家を訪ねてくれるなんて嬉しいよ、ミネットくん。配達です。何かな？あながち。あながちっていう口癖にまだ違和感を感じる。ももこくんが僕に？早速開けてみよう。なるほど、バスタオルか。とんでもねえもん渡すな。桃子、あまり手を出さないタイプだね。これで僕に似合うと思う？いや、着てみれば。そうかい？君がそう言うなら試着してみよう。うわははは。なんとも言えんな。最後まで言わないで、今すぐ着替えた方がいいと解釈したよ。あながち大丈夫だよ。え、本当かな？ミネット君がそういうなら信じるよ。あながちちょっと、ももこがね、じゅんくんに送ったプレゼントということで、ここは目をつぶりましょう。ももこくんの勢いにつられてこっちまで火がついてしまって、僕の方こそ大人げなかったよ。レディーに恥をかかせちゃいけないね。僕からも謝らないと。あながちそれはそうとして僕らの争いに巻き込んで悪かったねミネット君。さっきまで僕が着ていたジャージをプレゼントするね。あらがち。でもあれになってるか怪しいな。せめてと感じてくれ僕の体温を。あながち。なんということだ。こんなことがあってもいいのだろうか。まあまあ純くんと桃子のね今後を見守っていけたらなと思います。というわけで今回はこの辺で終わっておきましょう。じゃあな。